り映像制作してて、絵コンテがそのまま映像になる瞬間が一番感動するし、楽しいなって。こういうことやれ、こういうことやれって言われるの初めてなんで、やったことないことばっかなんで緊張しますが、全力で頑張ります。これさ、全部私のせいだもん。もうやばかったわ。せーの。こんなたくさんの人たちと一緒に MV が撮れてめっちゃ幸せです。こんだけの人が関わってたんだなっていうのが驚きっていう感じですね。曲自体もなんかみんなを包み込むような感じだけど、これだけの一緒の人たちとやれるっていうのがめっちゃこの曲に合ってて、なんか楽しいなって思います。質問ありますか？ありがとう。キーライトっていう一番メインとなる光と、その影となる部分を埋めるフィルライトとか、後ろからやるバックライト、この逆光とか、その輪郭のが光ってたりとか、そういうのがあると綺麗に見えたりする。 4K 割と早い段階でもこのノート手に取る。待ってます。よーい、スタート。松本先輩が結構正面についてアドバイスしてくれたんで助かりました。綺麗です。自然光やっぱいいですね。なんか曇りの感じも柔らかくて気持ちいい。カット。明るくて、皆さんめちゃくちゃ明るくて楽しい現場だなっていうか雰囲気だなって思いました。はい、前のめりになっちゃって大丈夫。いや、体もちろん寄せて大丈夫。体寄せて、そういうこと。ありがとうございます。青山祭のテーマソングやってみたいですよねってちょっとみんなに相談したら、それも乗ってくれて、これが一昔前っていうことにを提案させていただいて、1990年とか1年くらいっていうのを皆さんの今日考えた。まあその頃の写真があんま残ってないのでめちゃくちゃ検索したりして、親とかに聞いて考えたので、実際着てみてもらってみんな似合ってたので、やっぱそこ見てほしいですね。自分の親世代の青春を演じてるっていうのが面白いですね。90年代生まれてもないし、でも自分の上の世代も同じような感じの青春を
歩んでたんじゃないかなと思いながら、なんかその撮影に参加するのちょっと面白いなと思いましたね。今日は昨日と違ってちょっと時間がかなりタイトなスケジュールで進んでいくので、これ9時スタートなんですけど、もうギリギリまでもう10分単位で全てが詰まっているので、もう時間通りに何なら巻いて撮っていけるかっていうのがめちゃめちゃポイントになってきます。ただ昨日でもうみんなのチームワークが見れたので、なんとかなるんじゃないかなと信じてます。でも撮影にはねトラブルがつきものなんでね、昨日のはレアです。あんなすんなり終わるのは。レーサーとしてはやっぱり今年は結構予算が増えているみたいなので、レンタルスペースとかを活用したりとかして、絵的にすごい綺麗なものを目指す。でもう一個は脱コロナを目指していて、まあ比較的マスクとかなしですごい大きな演出ができるかなと思います。最高です。さっきのシーン結構難かったですけど、まあでもめっちゃ楽しかったです。されてやるっていうのはあんまライブ以外でなんか経験したことないんで、どうなるかわかんないんですけど、まあ頑張ります。
てるのか巻いてるのか撮る順番を前後させすぎて分かんなくなっておりますが、映像としてはとても順調でございます。うわかっこよ。めっちゃかっこいいですね、でもめっちゃかっこいい、ちゃんと言わせ。いやめっちゃ疲れるかなって思ってたんですけど、思ったよりあっという間で、足はちょっと痛いんですけど、でもなんか精神的にとてもハッピーな感じなので疲労感が全然ないです。いい感じ。ここが詰まりすぎて被って島田さんが今ドラム。でもずっとこの構図でやってる。めっちゃ感動的なシーンですね。すっごい綺麗で。ジョジョ立ち、全員ジョジョ立ちしてる。ジョジョ立ち。それはかっこいい。やばいそれ。あっちの方に流れるのであんまり音聞こえないかもしれないんですけど、ドラムさんのテンポに合わせてお願いします。で、出ない。うわっ、見た。うわっ、あ、消えちゃった。みんなが輝けるようなそういう MV にしたいと思ってます。おおお、いや、俺ももうさすがに本気出さななって。好きな曲はレッド・ツェッペリンのアキレス・ラスト・スタンドです。初心者におすすめの曲はポリフィアってバンドのシャンペインって曲です。ベースに関しても過去最強に上手いです。行こう行こう。常に現場から笑いが絶えなくて、皆さんすごく笑顔でやっていらっしゃったので、皆さんにとってももちろん私にとっても本当に素敵な思い出になりました。1990年代前半といえばやっぱりお父さんお母さん世代の青春。2003年生まれなので1990年代に行ったことがないので、タイムスリップできたら1990年時代に行きたいです。皆さんもこの MV を見て元気をもらって楽しみながら見ていただければ嬉しいです。輝くような MV にしたいです。誰かを応援したいっていう気持ち、コロナ禍を感じさせないようなエール、応援、スパークルな MV にしたいと思ってます。 OK です。今の OK カットでこんな感じのあと 3,4 回繰り返しますので、よろしくお願いします。
大丈夫じゃないですか。